まさに天地を揺るがす一戦は渦巻きナルトの勝利に終わり、ようやく木の葉に静寂が戻る。しかし世界は大きく動き始めていた。どの里も暁を、そして今や暁に加担する内葉佐助を無視できず、五影が集う会談にてその対策が協議される。ナルトは佐助について許しを請うため木の葉を断つが、その道中かつて出会った暁の一人トビと出会う。トビは自らの正体を内葉マダラと名乗り、今はサスケを操る張本人が目の前にいる。渦巻きナルトの拳は強く握られた。キュービー、渦巻きナルト、さてどれほどか。てめえがサスケを。戦闘開始。ナルトの力を存分に確認したマダラは、いずれ内葉佐助が世界に憎しみをぶつけるという言葉を残し、ナルトの動揺を誘った上で去っていった。今の佐助はもはや昔の佐助ではない。佐助、その答えを見つけるためナルトは再び走り出した。第七班としての思い出、つながり、さまざまな思いが繰り返されては消えてゆく。サスケに向け地をかけ森を飛び、そして渦巻きナルトは内葉佐助との再会を果たした。光を歩む者と闇を歩む者、その道の行き着く先、その答えを見つけるため、ナルトは佐助と拳を合わせる決意を固めていた。果たしてナルトの出す答えとは。
てめえも、この葉も、この俺が潰してやる。もう少しで、答えがわかる気がする。戦闘開始。激闘に幕が降りてもなお、ナルトとサスケは対峙を続けた。睨み合う両者だが、サスケを連れ戻すため、マダラがその場に現れたことにより、事態は収束へと向かい始めた。もはやサスケは闇に立つもの。それでもなおナルトの目的は変わることはなかった。拳を交え、互いの意志を深く知ったナルトは、共にサスケと歩むことを望み、サスケのために戦うことを決意する。答えを得たナルトの表情は柔らかく、いずれ訪れる退治の時に向けて、ナルトは再び歩き始めようとしていた。親も兄弟もいねえてめえに俺の何がわかる。他人は黙ってろ。サスケ、俺はせいぜい俺の足引っ張ってくれるなよ、うすらトンカチ。なんだとこれ。ほらよ、足手まといになられちゃこっちが困るからな。なんで俺なんか。知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。もう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくない。大切な仲間。今から俺と戦え。なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだよ、お前は。お前は一体何なんだ。友達だ。お願い、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。サスケは同じ木の葉隠れの忍びだ、仲間だ。だから命がけで助ける、それがこの葉流だ。でそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。私のサスケ君と
どっちが強いかしら。自分の喉みてえにサスケの名を口にするんじゃねえ。お前たちとのつながりはもう断ち切った。サスケとコノハを天秤にかけられる。人は決して理解し合うことができない生き物。本当の平和などありはしないのだ。本物だ。本物の復讐者だ。そろそろしまいにしようぜ、この戦いを。これまでの戦いを。ナルト！サスケ！この忍びの世には憎しみがはびこっている。どの忍びも憎しみと戦っている。だがいつかは本当に理解し合える時代が来るとわしは信じとる。ナルト、俺はお前を信じている。俺は絶対諦めねえ。最後の最後まで、俺はずっとお前が掴み返すまでこの手を伸ばし続けてやる。そしてまたみんなで一緒に。一条の光、かつての日々を取り戻すため、かつての続きを歩むため、意志を固め、可能性を信じ、強き瞳を抱いて、少年は再び前へ。望む未来がために、そこには絆があった。そこには友があった。This video is part of the Way Movement, a career path in video sponsored by TGN. To learn more, visit tgn.tv.